人の役に立つ研究というか開発がしたいなと思っているので、オーキャンに高校2年の時に来て、やっぱりあの SCB とかその機材とかとても充実していたので、そこからも創業大に行こうと思いました。やっぱこれからの時代英語が必要だなと思うので、英語教育特にコミュニケーションを取ることって難しいので、それで英語教育が充実していたらこれから役に立つのかなと思いました。サイバーボランティアや学生ブランチっていうサークルに取り組んでいます。主に県警などと連携して、卑猥なこととかその薬物に関係するワードとかを検索するして、そのアカウントを特定し、それを県警に送るっていうことを行っています。あと学生ブランチでは私はドローンに取り組んで、ドローンコンテストに出場しました。もうちょっとドローンのことを知って取り組めたらいいなって思います。とにかく楽しむっていうことを大事にしています。大学に入ると専門の教科など難しいことがとても増えてくるんですけど、その難しいことも嫌だと思わず、学べていることが楽しいと思うようにすることで全てのことを乗り切ることができるので、全て楽しいと思うようにしています。大学選びで迷っている人は、まずオープンキャンパスに参加するのがいいと思います。オープンキャンパスはサークルの活動や先生の研究内容を知ることができます。そのため、小さな興味を見つけることができると思います。